はい、どうも、今日はですね、このイビロクロバチですね、市川さんの作ってくれたイビロクロバチ、大文字草がね入ってたんですけど、まあちょっとね残念ながら枯れたんで、ここにあるね藤紫、これ株分けちょっとできそうなところが1箇所あるので、これをね今日はこれに入れていこうと思います。じゃあやっていきますね。でね、この部分なんですよ、ちょっと見づらいんですけど、この今右手がかかってるこの部分、下のところからね元の株の方の根がこうビューイーと出てて、でこっからさらに行った先で根を出してて、そっから葉が出てるので、この部分をですねここに入れていこうと思います。まあ、株分けですね、草物なので。でどうしようかな、こんなもんかな。でもう下からね根が出てるので、とりあえず元の方の根を切っちゃって、そっと引き上げれば上げれば、お、できた。はい、この状態、少しね根も出てるので、このまんまあとは植え込んでいきます。どうしようかな、これをこっちにして、こっち持ってって、大きさ的にどうかな、まあいけるか、まあ、いつものねあの赤玉土と切り柚子、まあ、小粒のものを混ぜたものを今日も使って、どうしてもね植えたものがすぐ枯れたりするとね、そのまま土余ったりするんで、本当はダメですけど、本当はダメですよ、でもまあ、もったいないんで使っちゃってますね。流用です。まあ、みじんも出ないし、まあ、使いやすいっちゃ使いやすい。一列敷いといて、これいらないか。で、そこにあとはそっと入れていけばいいんですけど、小さいんでね。こんな感じで入ってます。ちょっとカメラ上げましょうか、もうちょっと小さいんでね、ちょっとずつちょっとずつこう指でつまんじゃ入れていくみたいな感じですね。でうまいこと寄せといて、まあ、こんなもんかな、うん、こんな感じで、水やりにくいんですけど、まあ一応頑張ってここで、あ、こんな感じにしといて、まあ広がりすぎてるかな、ちょっと閉めてみるか、ここ、まあ、閉めれないな、まあ、このまま真ん中にねちょっと芽が出てきてるので、そこからまあまっすぐね吹いてもらって、少しはこういうね形になってくれるといいかなっていう感じですね。またこれはねちょっと小さいんで、室内の LED でやってみようと思います。うん、こんな感じで分けれました。もういつもにも増して簡単な感じですね。ちょっとねこの元の方は真ん中の方にかなり寄ってるので、端っこの方ね使いづらいなと思ってたんで、ちょうど良かったですね。他にも出てるとこちょっと切っときましょうか。そこはね使えないので、よいしょ、ほいっと、うん、いいかな。こっちも OK ですね。このままどんな感じになるかやってみたいと思います。あとちょっと余談なんですけど、心拍のね挿し木をやってみたんですよ。4月ぐらいに剪定したかな。でもうね、今今日は7月のあ17、待ってる待ってる
合ってるよね、17なんですけど、まあ、だいたい 3,4 ヶ月ぐらいでもう根がね結構見づらいですよね、細い根なんでちょっと出ててどうも成功したっぽいですね。で心拍のその何て言うんだろう、増やし方というか、まあ刺し目とか、あとこう持ってくるかな、刺し目とか、あと枝とかね、幹の部分の皮をこうちょっと剥いてそこにこう取り木をかけるっていう方法も、環状剥離でしたっけ、名前が全然覚えてないがあって、まあそういう方法もあるんですけど、なんかね、僕が先生に教わったとこだと、こうね、心拍のまあ枝があるとするじゃないですか、こんな感じで。その枝の部分丸ごと、こう、ズボンとね、土の中に植えちゃうんですね、長いとこ。まあ、この木は全然ないんですけど、こう、ヒュッとね、伸びたやつ、例えばこれがいいか。これ、コナラですけど、こういう風に伸びたのを、こうグッとやってこの部分だけ地中に植えちゃったりすると、この植わってるところから根が出るとかっていうことをね聞いたので、ちょっとこの刺し目のね、刺し目というか刺し木か、刺し木の心拍を少し伸ばして、で伸びた枝をこう地面の中にこう少し植えてみたら、そこからちゃんと発根するのかなっていうのをやってみようと思いますんで、まあ、そういうのもやろうと思ってますね。楽しみにしといてください。というわけで今日はね、富士紫の株分けやってみました。うまくいくかなこれちょっとね、僕も楽しみにやっています。はい、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。